こんにちは、速稼塾の久保です。このご時世ですね、町内会長をやって年間120万稼ぐ人はなかなかいないんじゃないですかね。私、町内会長この度、退任して、相談役という形になっております。で、情報発信は元町内会長でも何でもいいんですけども、でもちょっとしないかな、もうな何が言いたいかっていうと、町内会長って要するに一つの町内何千人いるのか分かりませんけども、たった一人じゃないですか。たった一人ってことは必ず目立つんですよね。何かあったら会長、何かあったら会長、何かあったら会長なんですよ。とにかくアクセスが集まってるんですよ。で、これを利用しない手はないんですよね。じゃあどう利用するかなんですけども、私は2つ設けました。1つはですね、リアルで会った方とか関わりのある方とか信頼関係ができた方に商品を売るってことですね。これが1つ、で、もう1つは町内会長ですよってことをインターネット上に告知して、同じような立場の人の町内会長のね、困った問題とかね、それから解決したいこと、こういったところにコンサルしていくって形です。で、不思議なことに10年、20年、30年町内のことに関わって、町内会長されたりとかね、町内の役員されてる方でも未だに解決できてない問題があるんですよ、というよりもこれね、新しく問題が生まれてきたことに気づいてないんでしょうね、きっとね。例えば未だに町内会費を手払いとかね、で、現金で銀行に入金に行ったり取りに行くと、その段取りを二重三重にセキュリティかけてる、要するに誰かの印鑑がないとできないっていうふうにしてるんですよ。これなんか意味あんのかなと思いますよね。いつの時代のことだよって思います。うちの町内にもあったんで聞いてみたんですけども、昔不正にお金を取った人がいたんで、だから今は2人のチェック、会計と会長のチェックがないとお金が下ろせないようにしてるんだっていうふうに言ってたんですよ。もっともらしいんですけども、そのね、昔の人は悪い人が多かったからそういうことも起きたでしょう。今そんなことやる人いますかっていうのが一つ目の反論。もう一つはですね、じゃあクレジットカードにしたらいいじゃないかと。クレジットカードなら誰がいつ使ったかが分かるし、そもそもクレジットカードに保険機能があるんで、そこで盗難が起きたらまずは保険でお金を取り返して、あとはゆくゆくとログを背負って誰がそれをやったのか、誰が決済したのかってことがやすやすと知れるわけですよ。だからそう考えると、クレジットカード使わない手はなくって、どうせ町内会長でね、町内会でお金を下ろしていってそれで何か買うわけじゃないですか。2手かかるわけですよ。だったら全部通販でいいわけですよ。したら自動的に町内会館に届いて、それで全て御の字、人手もかからないし、決済の間違いもないし、そもそもクレジットカードの利用利益がそのまま監査にも出るから、こうやって書く必要ないってことなんですよね。で、これはおそらく町内会に関わってる人が、ほとんど別の場面では、例えば仕事の場面で一時銀行取り行ってます、あなたの会社みたいなことで一社たりとも今銀行にやり取りに行ってないと思うんですよ。全てはオンライン決済とかクレジットカード決済で済ましてるはずなのに、こと町内会のことになるとなぜかね、そういうふうになっちゃうんですよ。で、しかも不正が起きたらどうとかっていうんですけども、町内会の予算ってそんなにあるんですかと。年間100万200万でしょと。で、全部行かれたところでどうってことないじゃないかって言ったらね、また怒られたんですけども、でもね、さすがに数千円、数万円をごまかしてその町内に住み続ける根性のある人はいないと思いますよ。で、引っ越しを機会にお金持っていくってことはありえますけどね、さあそこまでお金に困ってる人は住んでるかなとか、特にこの現代、昔なら知らないですよ。昔はそういうね、悪い人もいたし隙もあったんでしょうけども、今はそんなこと起きないんじゃないかなということですね。ちょっと話ずれましたけども、町内会長になってせっかくなったんだったら目立つわけですから、じゃあその効果をね、利用しない手はないかなってことです。だから近所の方とも信頼関係できるし、まず知られてるってことですよね、なんせかんせ、それが一市民だと知られてないわけですよ。私も町内会長をやってて多くの方と関わり持ったんですけども、9割ぐらいの町の人分かんないですからね。ってことはこの立場にならなかったら、多分誰から見ても99%知られない人になってたはずなんですよ。ですんでね、ビジネスで人は当てようとか、自分の立場を有利にしようと思うんだったら、そしてそもそもね、自分の身を安全にしようとするんだったら知られてることが大事ですよ。じゃあここでね、ちょっとこう顔出ししたら怖いみたいなことを言う人がいますけども、そこに一つの大きなアンチテーゼを出しておきましょう。顔出しをせずに知られてない人が、例えばどっか拉致されました、犯罪を受けましたね、誰も証言者いないと思うんですよ。怖くないですかこれ。でも例えば私がね、少なくとも毎日発信してるじゃないですか。私が急に発信しなくなったら何が起きたんだろうとか思うんじゃないですか。で、中には連絡取ってみようってメール打ったりとかする方もいると思うんですよ。これはなんかおかしいぞっていう風になって、私の消息がもしね、何かの形で闇に紛れた時って、
すぐ気づかれると思うんですよ、多分その日に、ね、特に吉谷さんはすぐ気づくでしょ、何かあったんじゃないかみたいな、そんなことになると思うんですよ、うん、まあ吉谷さんだからといって何か連絡取ってくれるかどうかわからないですけどねまあ電話してくださいその時は、うん、で、あ、そうだ、椎名木君に電話してください、そしたら彼はうちに来ますから安否確認にということでね、知られてるってことは実はものすごくセキュリティだと思うんですよ。もちろん知られすぎて悪い人になんかねストーカーされたりとかってありますけども、そこと比べても知られてることによって守られてる位置の方が今は高いと思いますね。知られてない方がこっそりなんかねどうにか事件に巻き込まれちゃっても誰にも気づかれずに発見遅れましたみたいなことになると思うんで、だからね、孤独死みたいなことにならないように、どちらかというと知られてる方の方が私は有利だと思いますね。これは考え方いろいろあると思いますけども、私は無名よりも有名の方が絶対いいと思います、うん、で無名で有利なことっていうのはあんまりないかなと。隠居してる私がこれほど露出してるわけですよ隠居って隠れるだけでしょ、おかしいですよね。ということでね、いろいろと申し上げました。今回はね、とにかく目立たなきゃどうしようもないよってことですよね。人生においても恋愛においても、うん、そしてビジネスにおいても、とにかくあそこにあの人がいるよって知られてることと、あの人はこれをしているよ、こんな商品があるよってことなんですよ。久保哲郎といえばすでにもうね、速稼塾でしょ、ね、速稼塾イコール久保哲郎でしょ、ね、それでいいと思うんですよ。もうだから私の名前と同時に私の商品がもう知れ渡るってことですからね、うん、まあ、よくないですかこれ、速稼塾の久保ですって言ってるわけですかね、ずっと速稼塾の久保、もうセットですよこれで。なんか久保さんって商売何やってるんですかって聞かれることがないですよね、速稼塾の久保って言っといて。いや、聞かれるとしたら近所の方ですね、久保さんお仕事はですか、何もしてません何も特にしてないです、毎日ブラブラしてますみたいな感じですよねこの前もね、久保さんも忙しいでしょうからなんとかかんとかって言うから、いや僕毎日暇ですよ、仕事されてないんですかって、してませんとか言ってこの年になって仕事がないんですよって言ってましたね。それも目立つ方法ですからね、仕事がないのに一戸建てに住み、毎日ブラブラして庭の手入れをしながら車をね3台も4台も持ってると、しかも Z も買おうとしてるというね。昨日ね、RX7 近所に見たんですよ、見に行ったんですよ、白いやつ、こういうパカパカウインカーのかっこいいですね、うん、懐かしいですね。今なら安々と買えますね、うん、安々と買えるの本当。だってベルファイアのローンも終わったんですからね、この度でも毎月6万7万の支払いがないわけですよ、今後すごくないですかこれ、なんかすごいような気がしますよ。今ベンツだって別に買えますね、もうね、うん、どうなっちゃったんでしょうかこれは。あれほどお金に困った38歳39歳の私が、困ってないけど負債が増え続けてた私が、今はなんか全然違う方向に行っちゃいましたね。これもだから、うん、目立った成果だと思います。特に目立つと、そうお金に見つけてもらえるって感覚がありますね。自分が目立つとお金が、あ、誤算だ、財布に入っちゃえみたいな感じに、ね、なるんじゃないかなと思います、イメージとしてはね。まあ変な感じですよね、でもね、うん、とにかくね、目立つことによっていいことばっかりなんですよ。で、案件とかも来ますからね、あ、企業案件結構来るんですよ、やってないですけどもなんかその報酬のために働くのが、結局報酬のために働いてるんですけども、なんか持ちかけられたものにね、なんかね返信し忘れちゃうんですよね、なんとなくね、面白いですねということで、目立てば目立つほどいいことが起きると思いますというタイトルでございます。いってらっしゃい。